残念だね。せっかく命が助かったのに。ボルト、どうして清水さん。俺に本物の感情が芽生えたんだ。だから怒り狂ったお前を見てワクワクしたくてな。ふざけるな。感情を手に入れて改めて思ったよ。人間の感情を操ることなど造作もない。親父が作ったこのボトルでお前をロストスマッシュにしてやる。愛と平和を歌うお前がこの世界を壊すんだ。何？成分を中和したのか。父さんが悪魔のボトルを作ったのはきっと正義が勝つと信じていたからだ。人の思いをもてあそぶお前には屈しない。お前が何を壊そうと俺がこの手でビルドする。父さんが生み出したこの力で。ワンサイドユニークサイドオールサイドレディーゴー。ジーニオンデフィニッシュ。ナンバーフェイに防いだはずだ。なのに、なんだこの感情は。なぜ俺が貴様のような下等な青年たちに。怒りがハザードレベルを上げたのか。いいだろう。お前を最後まで生かしてやる。お前の希望を根こそぎ奪って究極の絶望を味わわせてやる。